皆様始まりました。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか、ね、ビビゴロです。メンタルも溶け流れ出すような、はい、ね、紹介する前にね、しっかり先急いでくれてますからね、話してくれました、本日はですね、はい、特別ゲストでですね、この方を呼んでおります。平山夢明先生でございます。どう、先走り一郎です。先走り一郎ですね、ありがとうございます。で、平山先生はですね、なんて言ったらいいんですかね、まあ皆さんの方がご存知だと思うんですけど、実話怪談ですね。実話怪談の多分一番最初といいますか、走りの方でございましてね、最近だとダイナー映画で、蜷川監督が撮ったあの原作でね、この方でございますからね。はい、先生って不思議な話とかいっぱい持ってるんですか？昔はさ、若い子って俺今みたいになんだ TikTok とかスマホがないじゃん。 TikTok 知ってるんですね。知ってる、今みたいにそういう遊ぶ道具がないわけよ、俺の若い時っていうのは。はい、ね、まだほら戦争が終わってからさ、なんか16年ぐらいしか経ってない。まあまあでもそうですよね、生まれたわけだから、はいはい、ね、だからお化けの話ぐらいしかさ、お化けの話を怖い話知ってるとか、お化けの話集めるか、はいはい、まだチンチンいじってるぐらいしか、ね、確かにすることないから。まあまあそれは今も昔も変わらないですけどねまあ今はねだいぶね、まあまあいろんなものに対してね、すごい情報がありますんでね。もうヌタみたいになっちゃう。いや本当ヌタですけどね、全然元気にならないんだよ。そうなんですね。おかしいよね。まあね、こういう話ばっかりしてるわけでございますけどね、じゃあもう早速本題に入りましてですね、先生のまあいろいろね、本読んでもらえいただければ分かるんですけど、たくさんね、なんかもうあるんですけど、まあ、描写がね、すごすぎて語り部があんまり追いつけないような描写なんですけど、そういうのってどこで思いつくんですか、ああいう。まあ例えばね、あの脳みそが割られたと、まるでスイカのなんとかじゃないですか、ああいう比喩。ああいうのね、あ、見たからだよ、俺ね。見てるんですか、うん、子供の時にほら、うちの近所みんなよくポロ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 人が死んだり、つぶやいたりしたから。え、川崎ですか？川崎、そうそう、腕いちぎれたりさ、車で落ちたり、高いとこからバーンと落ちたりさ、そこ見るからさ、ああこうなのかっていうのは。確かに、おばあちゃんか、おじいちゃんいないんで、おばあちゃんの、おじいちゃん戦争で亡くなってるんですけど、うんうんうん、おばあちゃんの大分の田舎に行った時には、うんうん、やっぱり腕がなかったり、ちょっと鼻がなかったりする方がいて、なんか聞けばやっぱ戦争でそういう風になったって。俺は戦争じゃなかったけど、塩買いに行ってさ、小学校5年生かな、はい、なんかというと、で、あの頃はさ、塩ってのは酒屋でしか売ってなかったの。結構そうだ、タバコもそうで、そのお酒屋さんでね、はい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 、まあ免許でやってて、はいはい、で角打ちがあるじゃん、角打ちって、はいはい、でみんな昔 の飲み屋あったんだけど、でそこでその朝からほら酔っ払いが飲んでるわけやから、はいはいはい、カウンターで、で おばちゃんお塩ちょうだいって待ってたら、その角打ちで飲んでた、うん、酔っ払いがガタンとこぼしたんだよね、お酒、うんうん、こっちかかっちゃって、でーっつってガーン叩いたら、ここにこうスポーンと入っちゃって、はいはいはい、そしたら後ろにクククッパターンと後ろ倒れたんですよ、はいはいはい、そのまま、ああ倒れたおじさんと思ったら、トラックがガーッと止まって、で頭潰れちゃってさ、もうあれだよ、えらいことだったよ。いや、えらい事件ですよね。それでね、そう、なんかね、うまくしたもんでね、脳みそだけがこうピュッとこう首ジョンパーみたいな、ピュッとこう絞ったみたいになって飛んで、そばのね、花屋に入ったんだよね。そこまで見てたんですか？見た、いや、もうびっくりしちゃって、わーっつって、大騒ぎになったから、見に行ったらさ、そしたらね、花屋のやっぱこう、ガラス戸がこう、丸く、まあ、割れててさ、そこ入ったんだね。で、おばさんとお客さんはもう、わーっつって、まあね、両方とも女性だったけど、わーっつってたけど、すごいなと思ったのは、おばあちゃん、そのお店のね、大狼が出てきて、新聞紙でくるって包んで、青バケツにポッと捨てたんだよね。やっぱ戦争体験者って伝えますよって。あ、そっか。うん。あとやっぱりさ、あんなに見事にヒュッていくもんかねと思ったね、頭がね。やっぱ潰され上手っつうの。いやいや、多分一生に一度しかないですよ、その人。だからすごいなと思う。でも俺今でも覚えてるのは、出てったら、それ3時ぐらいだったの、真夏の。今日ぐらいでガーッて、はい、暑い日、はい、あのね、トラックのうんちゃん降りてこなかったの、ね、降りてこなかった、もうだからもう
トラックがもう肘に炙られた砂利トラがずっとこう炙られてクククククク前の静かに動いてるみたいな、ね、演奏を起こしたからさ、それを覚えてる。そういうのからそういう実話怪談の小説の中に入れてあるんですか。なまあ人から話す場合ってさ、その話してる人は別プロでも何でもないわけじゃない、うんうん、なこういう不思議なことがあってって言ってまあじゃあそれ面白いねって聞きに行ってるからもっとうまく話せよとか言えないわけさ、そんなのは。でもその人の顔色とか、まあ、声の調子とかそういうの聞いてるとあ多分こうなんだろうなっていうのを感じ取ってでまあ書くわけだよね。 そこでそういう技を使うわけさ。その時のほら周りの人の表情とかさ、やっぱ子供ってほら割と写真みたいに覚える時あるじゃん、うん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 、まだね言葉が優勢じゃない頃はさ、はいはいはい、そういうの覚えてるからなんかそういうの書く時は引っ張り出してくんだね。あの時どうだったっけなと、うん、飛び降り編とかさトラックぺっちゃんこ編とかこういっぱい出す。そっか、そうやってみれば僕小学校4年生の頃に心霊写真本が流行ったんですよ、うん、あった中岡俊也さんの。あ、まさしくそうです、ね、中岡先生、はいはい、あのね、海の海水浴で顔がこうね、まさしくそれ今言おうと、そうです、男の子の顔とかね、まさしくそれ。あとあの包丁が刺さってるやつとか足がないとかね、ああいうのが未だに描写に残ってるんですよね、はい、最後がいつもね必ずあのこう不老者のさ写真でどうしてですかって先生聞かれたら金がない人を最後っていう首とかだけじゃなくっていう話を聞いて、はいはい、ああ社会なんだなと。あでもそれをなんか話せって言ったら結構説明できますね、その時の描写は。あでしょ、包丁のやつ。 あったあった。だからあの頃はねちょっとね、ゴロ70年代だろそれ。多分そうじゃない、ワニブックスさんのやつですよね。そうだそうだ、僕が小学校4年生とかから80年とか81年の最初だよね、はい、70年後は、はい、あの頃って実は世界的なホラーが一気に花咲いた時期なの。え、世界的、日本だけじゃなくて世界的だったの。アメリカではまずジョージ・A・ロメロのゾンビ、あの第一作目、はいはい、で、はい、ジョーズが来てエクソシストが出て、ジョーズもホラーになるんですか。そう、あのまあアクションホラーだよね、動物ホラーっていう。先生に聞いてジョーズの怖さって僕気づかなかったんですけど、うん、あの全部のあのジョーズのあのサメの大きさを映さないから人間の心理が怖いんだって。怖いね、全部見せないからね、最後の最後までじっとこうさ全体像を見せるっていうのはもう中盤ぐらいだからさ、はいはい、それ怖いわけで、あの頃それが起きて日本では、まずあなたの知らない世界って、あ、いいですね、はい、で、はい、中岡先生が出て、はい、そして俺たちの世代では漫画で恐怖新聞が出て、いいです、角田先生、はい、後ろに百太郎が出て、はいはい、で、あの辺りグワーって来たんだよね。ああ、そう、そう、え、先生はその頃からちょっともうホラーが好きだったんですか、うんうん、だから結局その頃にやっぱあの中学校第二成長期で直撃された世代だから、はい、そっか、うん、僕の中学校なんかドラゴンボールが流行ってたぐらいですね。あ、そうでしょ、うん、だからそれは俺よりかなり下だからね。でも僕が読んでたのはエコエコアザラクっていう、はいはい、小賀先生の、はい、小賀先生、はいはい、黒井美沙、あ、いいですね、いいね、エコエコアザラク、エコエコあれなんてさ、諸井さん、伊藤潤二さんなんか、あ、伊藤潤先生その系譜を取ってるもんね。はいはいはい、すごいよ、ね、だ僕もちょっと絵がうま、絵心があれば、うん、絶対ちょっと描きたいんですけどね。エコエコしてた、エコエコしてましたね、したエコエコ。もう本当に結構芸人でも怪談好きな人って絵がうまいんで、はいはいはい、あの羨ましいなと思って。いやだけどね、いやあの頃なんか俺モノマネ芸人じゃん、はい、あのベースにしてんの、はい、モノマネの人ってやっぱね絵はうまいはずだよ。だってよく見るはずだもん。あ、見るから描けるんだよ。まあ、またねちょっと話もつもる、あ、いっぱいありますけど、先生にあれ聞きたいんですよ、あの、はい、ちょっとこれ僕怖いなと思ったのが、うん、あの呪いの人形かなみたいな話、あれ、はいはい、ちょっともう一度詳しく、はいはい、本物のやつね。そうですそうです、本物のやつ、パチモンじゃなくて、はい、どういう、あれはねもうね、どんくらい前だ、もう3、もうやっぱ25、20年ぐらい前なんだけど、はい、2番目のチビが生まれたの頃、はいはい、なんかその時実家に帰ったのよ、神さんの実家に。そしたらその時ね息からおかしくて、その頃もう俺ほんとど貧乏で高速とか乗れなかったのよ。もう下で行くしかなかった。下道で16号でずーっと福島のさ、はい、
とこまで、岩木っていう、はいはい、岩木と平ってね、あそこずっと行ってたんですよ。川崎からですか？そう、はいはいはい、ずっとでね、あの夜も行って、で、まあ、向こうにはさ夜中の1時ぐらい着くようなんつってたんだけど、なんか雪ももう降るような時で、結局着いたのはね2時か3時近かったんだよね。でも真冬だからさ暗いじゃん。でじ、お父さんの実家入って行ってさ、そしたらマンションの小さな部屋なんだけど、そこで赤見さん出てきて遅かったねなんて言うからさ、あ、ちょっと混んでてねなんて言ってたら、トイレ起きたわけよ。はい、まあトイレ起きて、で、あ、トイレ起きてじゃない、そこでねなんか待ってたんだよね、うんうん、ストーブ、石油ストーブの前で、はいはいはい、遅い遅いなんつうけど、まあしょうがないだろうなんつって、でトイレ行ってそ帰ってこないんだよ。あ、なんだろうって見に行ったら倒れて泡吹いて真っ白になって、おうおうおう、なんだろうと思ったけど、もうそしたら白いっていうのはさ、普通のその何、肌の白さじゃなくて唇も真っ白になった。え、青紫とかじゃなく、まあ、なくて、そんなんじゃないんだ、青紫どこじゃないんだ、ほんと白くなっちゃってた。で、あっとこれやばいと思って、慌てて外出して、これ酸欠じゃないかと思って、はい、ずっとストーブ炊いて、で酸欠だったんだけど、ビシビシ叩いてたらなぜなんつって起きて、で、まあそれで窓を一旦開けさせてさ、寒いもんがずっと閉め切って炊いてたみたいなんですよ、うん、で、まあ寝て、ほんでもうその日の夜にはもうまた帰ろうさ、俺はまあちょっと寝ててさ、行きし、あの帰りまでで寝て、ずっと荷物なんか車に運び入れて、でまあ行こうかなっつったら、テーブルの上にさ、その茶色い和紙で、茶色い紙で包んだこれぐらいのものは結んであったから、うんうんうん、あ、じゃあこれ持ってくんだなっつってグッと持ったらさ、結構重かったんだよ、はい、はあはあ、危ねえなと思ったわけ、一瞬危ないなと思ったわけ、あ、これでいけるかと思ったらいけないんだと思ったから、こうは持ってさ、うんうん、でまあそのまま高速乗って、で町人たちは寝てて、ずっとでラジオとかつけてまだ起きちゃうからさ、うんうん、でまあ、寝かしたまま行こうと思ってずっと乗馬降りてきて、登ってたんだけど、うん、そしたらブツ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 声が聞こえるわけよ。ほうほうほう、でラジオかなと思って、最初ラジオなんだ、え、でも接してるんですよね、ちびちゃんたちが寝てるから、そう、ずっとずっと聞こえない、でも、あ、雪も降ってたし、なんかほらガタンガタンっていうから、そんななのかなと思って、ふっと見たらバックミラー越しに寝てると思ってた神さんがじーっとこうやって見てるわけ、はいはいはい、で、寝ないのっつったら、うん、っつって、わかる？え、何がっつったら、ん、うん、さっきさ、こうやってグッて持ったやつあんじゃんって、うん、あ、お人形なんだよっていうわけ、うんうん、あ、そうなのっつって、おばあちゃんがね、まあまあ娘にね、孫娘になんかたしなんじゃないって言ってくれたんだよっていう、もういいじゃん別にそれだっつってさ、うん、なんか変だよね、よ、俺分かんないよそんなのっつって、まあ、ただちょっとなんか持った時に重いなとは思ったけどって言って、うん、うんっつって、で何あれ買っ、なんかおばあちゃん買ったのって言った、買ったって言うほど買ってないんだよねって言うから、え、どういうことって言ったら、もらったんだよって、うんうん、あ、そう、でどうしたのって言ったら、そばにね、なんかね、なんか一個堂とかなんとかっていう、うん、その骨董屋さんがあって、昔から近所で仲いいんだよね、でそこのおばさんが、なんか女の子いるんだったらこれどうって言ってくれたのよって言って、ほうほうほう、いや、そうなのっつって、じゃあそれじゃいいじゃんっつったら、うん、で、なんでくれたのっつったら、いや、そこ2人まあ、結婚して息子がいたんだけど、子供生まれたらね、息子さんにあげようと思って、いいもんだから、うん、はい、お人形としてはね、とてもいいお人形だから、あげようと思ったんだけど、夫婦別れしちゃったから、うんうん、いらないっつって、くれたのよって言って、はいはい、ああ、そうなんだっつってさ、はいはい、ああ、そうっつって、へえっつって、じゃあ、なに、骨董屋さんどっかで買ったんだよ、さ、どっか、あれ、なに、遠くで買ったのっつったら、いや、そんな遠くないんだよねっていう、うん、ああ、そうっすね。どこなのって言ったら、その平の駅前に
江戸時代から続いてる紙屋があるの。紙問屋。 紙ってあのペーパーですか。ペーパーの、はい、紙問屋があって、俺そこは覚えてんの。なんでかって言ったら紙って重いじゃん。重いだろ、はいはいはい、だから駅からその家の土蔵まで線路が引いてあるんだよ。線路ってでかいんじゃないよ、トロッコみたいな、はい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 、珍しいじゃん。道路をさこう縦断して土蔵まで行ってるから、はいはい、珍しいなって。ああ、あそこの紙屋さんの。そうなんだよ。え、でもあそこの紙屋さんが、じゃあその骨董屋さんに売ったんだっつったら、まあ、売ったっつうかあげたみたいなんだよって言われて、そうなのって、なんでって言ったら、2人いたんだよ、息子さんが。当時ももう30ぐらいの人が1人いて、で、もう1人、2人いて35、38ぐらいの人いて、あ、いいんじゃないのって言ったら、なんでくれたのって言ったら、いや、上の人はね、首くくっちゃって、で助かったんだけど、もう頭をもう壊れちゃったんで読めこないだろうと、はいはいはい、で下のは優秀でよかったんだけど、やっぱ電車飛び込んじゃって、これも読めこないだろうっていう飛び込んじゃったら読めこないだろうってことになったんで、いらないじゃん、跡継ぎいなくなっちゃった、全滅しちゃったからっていうんで、骨董屋さんに持ってったらしいんだよ。はあはあ、いるって。で、いります。あ、じゃあうち、ね、今度せがれが結婚したんで、子供がね、できたらっつったら、バーン別れちゃったから。はいはいはい。で、いるって持ってきたやつなんだって。それで奥さんの実家にあったんですか。あったわけ。はい、はい。っつってさ、まあ、でもいいんじゃないっつって。まあ、消そうないよ、はいはい、って言って、それでね、帰ってきたんだよ、結局。横浜、まあ、川崎の実家帰ってきて、ね、家帰ってきてさ。で、運んでたんだけど、なんかちょっと気持ち悪いなって気があったの、なんか。先生でも。うん、俺の勘で。はんはんはん。これは本当はマジモンじゃないかなっていう。たまにあるんだよ。へぇ。マジモンってあるの。そうなんですか。あるんだよ。骨董屋とか行っててもですか。骨董屋もそうだし、街歩いててもそうだし、人間もそうだし、はいはいはい、いるんだよ。あ、これはっていうのはいるんだよ。それな、口では言えないんだけど、こうね、穴っぽこがね、濃いやつ。あ、なるほど、ね。これ危ないなっていうのがあって。はいはいはい、で、これちょっとこのままさ、マンション置いとくの嫌だなと思ったから、俺そのまんま実家に持ってこうと思って、横浜に実家あった。横浜実家にさ、持ってって、まあ、ポッと置いとこうかなと思って。だ、じっちゃんばあちゃんしかいないからさ、うんうん、まあいいだろうと思って。古いもんには古いもんだなって。まあまあまあ、まあ、合ってますね。はい、で持ってったんだよ。でね、朝5時半ぐらいだったかな、はい。もう6時ぐらいで、冬だけど、もうそろそろはまあ開けてくるってことでしょ。はいはいはい、ほんでね、行ったら、ポストのとこっていうか、新聞受けのとこにさ、親父立ってんだよ。はいはいはい、はい。親父立ってて、親父どうしたのって言ったら、もう、いや、なんだお前久しぶりでどうしたんだよっつって、いやちょっとなんか荷物を置きに来たんだよっつって人形とは言ってないですよ、ね、言わないでねはいはいはい、置きに来たんだよ、おうかで、親父どうしたんだよっつって、なんか新聞っつったら、いや新聞まだなんだけど、うるさくてよって、犬が一匹飼ってたんだよ、うち、はいはい、ワンちゃんを、うん、で外でね、外飼いしてたんだけど、さっきからギャン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 泣いて、どうしようもなくて近所迷惑になるからっつって、もうそのいくらこう叱ろうがね、やめないで狂ったよ。普段は静かな子なんですか。泣かないんだよ。いい人に慣れてんの、よく慣れてる犬で、はいはいはい、可愛い犬でさ、まあ芝の雑誌でちょっと大きめだけどね、まあ、悪い犬じゃないんだけど、はいはい、ワンワン泣いてどうしようなんだよっつって、泣いてねえじゃんっつったら、もう、うん、今泣き止んだんだよ。えっつって、おで、まあ、持ってって、俺、見たらさ、もう小屋の中入ってさ、これ出てこないわけよ、いくら、はいはい、おいおいっつって、もこうやって、なんだこいつと思ってさ、まあ、でもまあ、寝起きで機嫌悪いのかなと思って、ここで、まあ、置いて、まあ、親父には何持ってきたら、いや、なんでもねえよ、つって、今、その時は分かんないですもんね、ただに、なんかそうですよ、重たい住んでるんですもんね、はい、で、置いて、で、俺、その時は見てないんだよ、まあ、いいやつって、置いて、それでね、そのまま帰ったの。で、もう疲れちゃったしさ、ほら、まあ、
夜中ね。で昼ぐらいまで寝てたのかな、あの自宅に帰って。そう、あのだから福島から川崎帰る途中にお父さんの住んでる横浜に行ったんです、ね、一旦川崎行って、はいはい、全部下ろしてから横浜に行って 人形だけ持って、そうまた戻って、はいはいはい、で川崎戻って、でなんか寝てたらさ、母ちゃんが電話が、おくら電話してきてさ、はい、あんた、なんか夢あんた来たのなんていうか、うんうん、行った行ったの、何だったの、いや、何でもないんだよ、はいはい、ね、何でもないんだよ、そう、そう、うん、なんだ、どうしたんだよ、そら、うん、ペコ死んじゃったよって言うわけ、えっつって、ああえ、どうしたのっつったら、いや、わかんないのよ、つって、寝てんのかなと思ったんだと、こう、日向ぼっこみたいに、こうしてたから、ああああ、声かけたら返事しないから、見たら死んじゃったよって言って、へ、死んじゃったんだよペコちゃん、うん、死んじゃって、あ、死んだと思ってさ、ちょっと嫌だなっていう気ない、なんかありますね、あるよね、はい、で俺その時ね、超怖い話のね、続化シーンやってたんだよね、はい、刑務所で、それで、超怖い話でさ、会議やんのよ、どんな話をネタ出すかっつって、はい、でその時樋口さんもいて、で加藤君もいて、でみんなで話してたら、確かねあれね、樋口さんだったと思うんだけどね、なんかジンマシンが出てどうだよみたいな話がその時出て、やだねって言って、それでね、その後かな、あ、そうか、違うわ、書き上がったんだ、はい、で書き上がって打ち上げしようよみたいな話して、そしたらね、その時、女性の編集の子がその日の朝かなんかに足をぐねっちゃってって言って、うん、松葉杖で来たんだよ、はいはいはい、それで、ああ大変だねって言ってたんだけど、そしたらね、担当の、もう一人担当の人がいたんだけど、年配の人がいて、年長の人がいて、その人はね、ここに突然出来物ができて切ってきたっていうか、その日の朝、と思って、はい、だおいって思うじゃん、俺もなりてえなとか思うじゃん。でその日ね、打ち上げて、でじゃあもうカラオケ行こうっつったんだけど、その足悪かった、はいはい、まあ、これだから帰んなよっつったらさ、いやここまで来たんだ歌いますよなんつって、みんなでよっちゃらっちゃ階段上げてさ、うん、で歌って帰りに落ちて反対側やっちゃったんで車椅子になっちゃったんだよ、はあはあ、うんうん、はあ、それでね、なんか変だねって、なんじゃん、なんか俺も割れちゃったし、ね、はい、でさ、言って、でね、実はこういうのがあってさ、みたいな話を俺それしたら、はい、調子悪くなったっていう人も出たし、で俺その時に、樋口さんに電話で言ったのかな、その話を。そしたら樋口さんが途中でなんか具合悪いって言って、それでね、いや、ゆめちゃん、俺悪いけど、もう降りるわっつって、はいはい、ちょこ話の編集者を辞めちゃったんだよね、その話って言ったら。で、それが俺になったんだけど、さすがにちょっとしびれるんじゃん、はい、で家に、まあ、その、で、それでね、その後ね、スズメとかハトがね、窓に当たって困るみたいな話を親、おっくら言い出したんだよ。飛んできて当たって、当たるんだって、バードクラ、うん、ストライク、はい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 、で今までないんだよ。でそれがさ、ちょうど俺が隠してたその部屋にガツガツ、ああその部置いてる部屋隠してる、あの人形そこにバードストライク当たるんだって、今までないんだから、そこ10年以上、もう10年以上住んでる、親父たちはもう20年ぐらい住んでんだけどさ、で隣が確かに県立公園だから、あれ鳥はいるっちゃいいんだけど、突然終始外で当たってくるのない、そうですよね、だからちょっとなと思って、なんかあるとやだねって言って、で俺電話したんだよ、その供養してくれると、稲城神社って川崎にあって、はい、電話をしたら有料ですって言われて、はい、まあそうですよね、はい、ね、だからつってさ、有料は持ってる、なんかいいんじゃないのって人形ぐらい言って、いやうち人形はあれなんで、あの大師さんに行ったらどうですかって、川崎大師、あ、川崎大師、あ、そうかと言ったんだけどね、あの頃はだってこれが3位でしょ、全国3位だ、そうですね、はい、これはもうジャラ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 になってるわけだよ、はい、いいんじゃないのっつってさ、じゃあ電話して、人形なんですけど供養してもらえますかってさ、
お金かかりますよって言われて、なんでっつったの、なんでお金かかるの、はい、だってちょっとさ、あんたらほらいつもなんかほら念仏書いたもん燃やしてんだから、あの用でやってくれりゃいいんじゃんって、はいはい、あのけぶってくれりゃいいんだよってさ、はいはい、そういうわけいかないしかって、それはもう、それはそういないお金かかりますよって、ただっつうのはどうなんかねって言ったら明治神宮はただだっつうんだよ。あ、そうなんすか、うん、明治神宮は、明治神宮はただ、そう、あのね、当時だよ、まあ今言ってさ、それって素材とか関係ないんですかね、人形の。そうだろうね、一末人形はダメだとか、あれは一末人形だったんだよ。あ、そうなんすか。こうすっぱりこう前髪をくっとこう切ったね、お人形さんで、一末人形だ。はい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 、うん、いや別に変な顔もしてないけど、でもやっぱりあっていう感じね、うん、で川崎大使、うんうん、それで、いやそれでせっかくそんなのが入ってさ、いいじゃん、はい、なんか俺たちほらお化け屋だから、はい、これいいじゃん、マジモンじゃんっつって、で、次を俺が編集者でやるときにこれ読者プレゼントしようぜっつったんだよ、俺、ケーブル社に、はい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 、ケーブル社に読者プレゼントして、でたらどうですかねって言ったら、ってそんなのはもらう人ないでしょって、いやいるよいるよって、変わってきていいんだよ、やろうよやろうよって、でもね平山さんね、これじゃあ逆にですよって、でどうもやつらやりたくないみたいで、逆にこれ100人来たらどうするんですかって、100人来てね、はいはいはい、夜んですかって、いやそれの時はすり、あのぶつぶしゃいいじゃんって、こう切ってボタンがあるわ、このままね、あのしゃぶパケみたいにして配ればいいんじゃないって言ったら、誰がやるんですかって、俺がやるよって言ったのね、はいはいはい、用意してくれればっつって、嫌ですよって話になって、でどうもそれも会議にかけたんだって、だからなんか やりたくねえとかよくねえみたいな話になってさ、ほんでしょうがないから、でその後で電話したの、あの大使とはに、はいはい、そんなんだったから言ってやんねえと思って、ほんで夜中にさ、大使の賽銭箱の上に置いてきたんだよ。え、か防犯カメラとかなかったんですかね。ないんじゃない、ああ相手ボート置いて、まあ何かを取ってきてるわけじゃないですからね、盗んできてる、何やってこう、何銭集めてんのにケチなこと言うなと思ってさ、本堂のところちょっと鉄道の扉あんだよ、はい、ぐっと開けてさ、それ何年ぐらいですか、今からもう20年ぐらい前じゃない、ってことはだからあれアンゴルモアが来る頃に近いんじゃないの。ああ2000年か、うん、その一末人形だったっていう、それはじゃあもう川崎大使さんにおいて、うん、もうそれ以来もうどこに行ったか分かんないですか。 ないねないけど、もしかしたらね、俺ね、どっか流れてってるような気がするね。あ、単純にそんなに簡単に潰れるようなんじゃないんだと思うんだよ、うん、多分ああいうものってさ、ある種のそのさ、なんていうかな、呪物だから、それはなりは何でもいいわけさ、うん、ちっちゃいお人形だろうが何だろうが、とにかく人の念と、多分そのなんだろうな、成仏のできなかったエネルギーを吸っちゃったもんなんだと思うんだよ、それ呪物として。でそれはあるんだよ、確実にそういうのあって。俺よくさ、なんだろう、まあ、前ね、霊能力持ってる人なんかにもさ、どうそのお払いとかどうするのって言ったら、やっぱり成仏してもらいたい場合はその人が出てくるわけさ、うんうん、ね、そこで、まあ、自爆霊なり、その、まあ、いろんな念でも浮遊霊でもいいんだけど、人間出てくるんじゃん、本当はやっぱ語るんだって、あ、うん、こんなことしてもダメだよって言って、でまたほら成仏すればまた生まれ変われる力もあるからっていうわけさ。でそういう話をするとだんだん、ああそうなのかって、でどうもその人曰く、死んでもその死んだってことを飛び越えちゃう、うん、死の儀式のない人って嫌なのよ、認めんのは、だってつまんないんだもん死ぬのは。でどうも自分で見てる限りには見えるらしいの、こういうふうに、はいはいはい、自分がこういうふうに見えるし話もできるしっていうのは、なんでみんな無視するんだろうなみたいなのあるんだけど、あ死んだんだって思うとふっと軽くなって、こう引力からね離れてぐっと上がるんだけど、その時にやっぱね、こう鍵みたいにこう鎖になってるのは、やり残したとか、あいつが憎いとか辛いとか頭くるとか、あの人と大丈夫、まあ親だったら子供のことが心配で心配でとかあるんじゃない、ああいうものをね、捨てていかないといけないらしいんだよ。でそういうのは目に見えないエネルギーとしてどうもあるらしいのね。
でそれはあの普段ほっとくとさあの浄化されていくんだって。水たまりの水みたいにお日様当てるとかこう自然の流れの中でなるんだけど、たまたまやっぱ沼地みたいなところの作用とかがあって集まる場合があるんだよ。ギューギューって固まると妙に事故が多い踏切だとか事件ばっかり起きる土地だとかっていうのができちゃうっていうのがあって、でその人が曰くそれはもうねこれができないわけ。お祓いというか、要はその憎いとか辛いとか除霊というか気になるとか欲しいとか悔しいっていうその要は感情のエネルギーでしかないから、これができないのよ、どうするんですかって言ったらずらすんだって。だから踏切にあるからやるわけよ。だから踏切からもっとこう線路上をもっと遠くへずらせばいいから、ずらしはしますよって言ってた。だからそういうような天にはあげられないですね。ではないんだよ。ずらすだけなんですね。そう、結局時間が経過しない限りはダメだから無理みたいなの。でそういうものが入っちゃってる、そう人形だとか、あとはその道具だとか、その物質に入っちゃうと。またそれはその強い力を持ってればそう簡単にっていうのはあるわけだから、俺その話をその後になんかその人にちょこっとしたら、あ、それはあんたんとこにそうやって置かれていくと何の作用もできないわけよ。ただだっておじいとおばあがいる部屋の片隅にずっと置いてあったら、それこそそいつにとっては嫌なわけ。そういう何かしたいんだからね、要はだから当てたとなんとかしてあんたにそういうことをさせたのよって。だからそれはきっと誰かが持ってってるか拾ってってるかしてるっていう。たまたまお寺のそのお坊さんじゃない人、掃除をしてるだ管理の人が、あ、なんだこれ綺麗な人形だって言って持ってってる可能性の方が高いっつってたよ。ああそうなんですか。いやでもそういうの多くて、うちの親父ってさ、絶対信じないのそういうの。はいはい、全然信じないの。あの牧師のせがれでもあるんだけど、絶対信じないわけ。ところがある時お化けの話書いてるんだよなんてことはまだまあなんとなく耳に入るんじゃん。そしたらね、今ちょっと変なことあったぞって言うわけで、え、何って言ったら、いや、たまたま連れてかれて、まあ接待っていうか付き合いで行くその横浜か伊勢崎町かなんかのクラブがあるんだけど、女の子が、まあ女の子っつったってまあいい年よ、まあ30、まあ40手前ぐらいの人なんだけど、死んじゃってさって、ある時、はい、まあでもまあ亡くなるってことあるじゃん、はい、一人暮らししててね、あの女性だったんだけど、それで、あの平山さん興味あるんだったら、あの形見分けしませんかって言って呼ばれたんだよって言うわけ、で、お、呼ばれたんだって言うから、で行ったんだよ。まあ何人かで行ったんだよ、10人ぐらいで行ったんだよ、ライオンズがなんかのさ、行って中入って、これなんですって言ったら、ちょっと広めのリビングなんだけど、周囲が全部その棚で囲ってあって窓も潰してあるわけ。だからもう八角形みたいな棚になってる、はいはい、全部人形なんだよ。怖っ。べっしー人形、それも尋常じゃない高い人形なんだよ、呪文とか、はいはいはい、はい、ビスクドールみたいな、はいはい、名前だけは知ってます、はいはい、ね、やっぱ何十万、下手すり100万超えるようなものが千筆し、その人は自分の食事とかもう削って買ってたらしい、ひたすら古い人形とばっかり、新品とかには一切目も触れず、骨董で出てきたビスクドールをネットで見ると世界中からこれっつって買ってた。だって何百万するんだよ。と食べるもん食べないでひたすそれだけ買ってて、それで真ん中で倒れてね、亡くなって、八角形の棚の中でバッと倒れてて、でその人ね体調が悪いって言って2週間ぐらいお休み取ってたのよ。で、あ、そうなんだって言ったけど、電話がかかってきた時にまあ亡くなってすぐ発見されたんだけど、休みの中日だったんだよ。
な、本当は2週間後に見つかる、来ないねって人が、うん、まあ1週間かなんかでね具合悪くなってすぐ、まあ亡くなってすぐ来たんだけど、ママのところに電話がかかってきたんだって、何回かで出ると、あの母さんって言うんだけど、子供の声なんだって。それでこれ変だって、子供いないから、はいはい、で行って行ったらそういう状態だったっていうのがあったよ。いやちょっと人形にまつわる話多いですね。いや人形多いんだよ、人形って多いの。あでそう、人形多いんだよ。じゃあちょっとね、またこの後お話してもらうんで、まあ今回はまあね、人形の話いっぱいありましたけどね。じゃあまたね、あれなんですけど、今日のゲストは平山夢明先生でした。どうもよろしくお願いします。はい、またやってまいりましたけどもね。なんだかね、はい、なんかあれから2秒しか経ってないような。いや3秒ぐらい経ってたんですよ、ね。はい、気のせいかな。気のせいですね、はい。